はい。ほんならね、中央線の刀と刀での崩しの話。刀と刀では、この中央線はお互いに自分の中央線もある。自分の中央線をなくしたらあかん。あるいは相手に中央線を取られてしまったらあかん。だから僕はあなたの中央線を どうしてなくすかということを考える。これこの間からいろいろもう言うとんで、今日初めてではない。はい、手段です。これでちょっとレザーに考えるのも、誘い言うたら誘いや。僕の中央線を開けた。僕の中央線をちょっと開けて、油断させた。誘うた。ということ。今日の中央線は、このまま、この間から言うとおるように、もう何回も言うた話だけど、この下からとこれ、これ大きな円でこういったか、ちっちゃいちっちゃい円になっている。ちっちゃいちっちゃい円で素早くになっている。あとポンとやるか、ちょっと軽く押さえるか、これどちらでもいい。ただし、ポンとやったから言って、ポーンとこっちが面白いなってこう言っとったら、だから、これ、ポンってやったら、中央や。君は、こっちや。開けたい。開けたい。僕が。けど、一緒になってこうやってやっとったら、どっちも開いてる。僕は中央線を持ったままで相手の中央線を失わさせないというか、だから小さく、いつも言うように早く柔らかにポンと横へ飛ばすか軽く押さえるか知らんけれど、どちらでもいいけれど自分の中央線を持とう。それから足が動かんで、まあこういう足が動かんで手だけとってやることもあるけれど、もう次行くつもりならば足が動いとかというか、これはい1、これとどうやってから行ったら押せ、やってから行ったら押せ、やりながら行かんといかん、やりながら、はい、これその場でやるだけ、足動いてる、これその場でやるだけじゃなしに出て行っている、これゆっくりやると片一方は1、2、3、だけど、もう一方は石でやってる。ということは、この時足でここ。こうやるときに、右足が出てる。こうやるときに、左足が出てる。石でやってる。だから、これやるときは、理想は石でやる。ただ単にこれのやりやりやりやったら足は全然もいいけど、やるときはちょっとこうやって立っていくな、
約束は小さく円を描く、ね、はい、払うときは右足が出る、打つときは左足が出る、そのときは持っていく、もうあげようったら遅い、だからまあまあそう、というように、これもバンバンバンの原理でいかれている。はい、これ、これそうです。大体だ。もう一つは、これ、すり上げる。こっち。見てる。すり上げて1。これ、これ大きい。小さく。ね。そうすると、これで1。足を動かない。逃げるって。これ、押せ。2で打てる。1ですり上げて2で打てる。あかん。これ、もう、シュッと。これ、すり上げたときに右足が出ている。1の半分や。1の半分や。なん？これ。こうだけ1の半分やな、これでそうそうそう、これで出ていくわけ、それで中央線をなくす、打ったらもうつくのが一番いいと思うけど、手がもしか上がったらねえな、そういうふうに、はい、こう振る、こう振る、はい、来てごらん、前払うやつからとか、最初のやつからな、最初のやつから、うん、力が強すぎる。そうすぎる。これね、柔らかく持っとったら、ちょっと、目つぶって柔らかく持っているよ、肩の横をやってごらん。もちろん、もちろん。目つぶって。目つぶって、戻るね。なんじゃ言うたら、君のやつが強いから、ようわかんねん。手が戻る、戻んねん。力入れてやってるから、それで、はい、このこれでもな、戻った時にはもうここへ中央にあるから、もっと戻らんの、もう一回やるぞ、はい、戻してごらん、力で戻してあかんぞ、これな、おお、これ戻る、俺のここまで戻るか、戻らないの、なんでここに入ったの、俺の中心線で心をしたら戻らないの、それを
う理屈か知らんけど、君の場合、こうやったら、戻るね。戻らないよ、全然。ちょっと難しい。それでできるかどうか知らんけど、一回やってもらう。はい。これ力入れるんですが、押し返しとは言ってない。目つぶってる。それで来たら、そのまま危ないんだよ。うん。これ、はい。ちょっと、それで僕が手を締めたら、そういうことになる。力でやったら、あかん。腹立つことになってきて。ほんなら、うだいくんみたいな、僕なんで戻らないんだろうか。たぶん、力が入っておくから戻らないと思う。はい。戻るな。いう日本やから。力入っていい。力入ってなかったら入る。戻るな。だから力に抜いとかないといけない。僕は。気も抜かないといけない。だけど、君の場合、僕が言ったら、お前が取り込むのは、たぶん君が力入っとるから、ちょっと、構えてみ。力入れて。力入れて。力入れて、もうそれ以上力が入らんぐらい入れて。もとりあえず、もっと入れてる力。打たれてから力入れるな。打たれる前に力入れる。打たれる前に、はい、やってみる。打たれる前に力入れる。打たれてから力入れたら元へ戻る。打たれてから力入れたら元へ戻る。打たれてから力を入れないぐらいに、初めから力入れたら、入れとったら戻る。戻る。はい。力入れてる。戻る。君の場合今戻ったら、打たれてから力入れたい。打たれる前にも力入れとったけど、打たれてから力入れたい。な、これはい。力抜いとって、はい。打たれてから力入れて、足首まで戻る。打たれてから力入れたら、足首まで戻る。あ、力入れて。力入れなかったら、元まで戻る。元まで。目つぶっとっても。元まで戻る。目つぶっとって力入れたら。あそこまで戻る。な。だから力抜いて、ペッてやる。力抜いとる。力抜いとる。むしろ力抜いとってな。じっとしてるんじゃないですか。ぷっとついてる。はい。うん、目つぶっと。それ、普段言うているように、力入っとんねん。だからしんどいねん。力入っとんねん。だから遅くなる。
な。力抜く。これ、キュッと力入れる言うても、右腕伸ばすのと、ちょっと握る力だけやな。30ほど、2、30入れる。すぐ抜く。そうなんだ。はい。もう一回。力抜いとっても、はい。自然に入る。目つぶってる。元に戻るけど、目が出とったら見えるな。見えたら力が入りやすい。だけど、これで、そっ、ほっ、とこれで手伸ばした。もうそれで君の場合、前へ来れなくなる。手伸ばすと、かんらしい、こう、こう構えて、何しても入る。ちょっと力入れるのも、ちょっと今、0.1 秒以下、ほんの 20-30% な、力抜いとっても元に変えるけれど、ちょっと力入れる、ちょっと力入れる。はい、だから、ふっ元に戻る。で、もっと戻したろうという意思を持ったらもっと戻る。その握り方がいつも言ったように目つぶってこうやってやってみ、目つぶって力抜いて持つ。で、これで立ってやる。あ、今言ったように、0.1 秒。軽い、キュッと抜いてる。そう。力入れて抜いたかんの。うん。そういうの。軽く抜いてる。上から叩かれる。はい。上から。うん。左から叩かれると思う。こうや。それ上から。はい。上から行ったら、はい。こう入ってくる。次はあっち行って、左から叩いてみる。右から叩いてみる。軽く握り返す。それがこっちやな。それ何回も僕君と道場でやらんといけない。実践も目開いとってやる、目つぶってやる、力抜きっぱなしにしとく。それでも戻るけれど、きっと軽くやるともっと早く。で、もっと意識持ったら、もっと戻る以上に戻そう。ただ単にちょっと握るだけでなしに意識してるというかな。だから、はい、それでそっとして、これ元に戻るだけ、はい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 、そういうふうに練習をするんだよ。それで、はい、それで、こんなんでも、僕がこの間言うと、ポッと擦り上げるんだよ。ピッと軽く擦り上げてごらん。
共有だな。俺がやる。それやるって言ったらこっち。言うたな。君やってへん。こうしとった。な。そっす。まっすぐ止まってみる。まっすぐ。わかるか。わかるか。まっすぐ。まっすぐ。そんなこと言わない。まっすぐやけど、これこっち入れてる、これあっち入れてる。今日そんな言うかな。だけど今君すり上げた後みたい、まっすぐになってる。こっち押した。押さない。押さない。ちょっと見とくよ、問題。置いとくよ。押したら、スッと吸っただけある。君の部屋と見とったら、な、で、その次やる人だ。で、ここして、押したら、すり上げんねん。な、押すのがどこにもない。どこにもね、スーッと行く。これで、だから、すり上げの練習をもっとやるんだ。すり上げたときに腕が伸びている、大体。で、こうなって。何してもこれは大体伸びている。すり上げた後、まっすぐになる。すり上げた後、まっすぐになる。打つとき。こうすり上げていて、打つときはまっすぐ。
上の力だけ、うん、だけどね、こっちは上ほとんど止まってな、だから吸い上げるものがちょっとできてる。今終わりの方でちょっと分かってきた。横に押し寄った最初穴あかんな、吸い上げるのはまあ極端なんだ。これだけで終わり。これを横に押す、横に押す、こんな力、あるいはこんな力、これでこういう力分かるやつ、よく押してへんやろ、よく押したら、よく押したらちょっとまあ早いでもないけど、早いやったらこれ開けやがる、そうちょっとこうやってこうするからな、これはもう 100% でこう押してる、押したやつな、吸ってあげる、吸ってあげる、吸ってあげる、これやな、はい、終わる。